どうも高井です。謙虚であれ、そう求めるたび怠慢な態度。なぜ怠慢な人と謙虚さを求めるのかについて話したいんですけど、大きな企業であればあるほど、その企業の中の上司というのは部下に対して、お前怠慢だよ、もっと言葉遣い気をつけろと、まあ、叱りつけている。でそんな上司ほど、大抵の人の場合はですよ、さらに上の上司に対して機嫌取りをしてないですか。すいませんね、すいませんね、そうですそうですってニコニコこう作り笑いをしながら、まあそういう上司のいるような企業にあなたも悪いと言われてしまえばそれまでかもしれない。だけどもそういう上司ほどあなたと対等に話ができる関係ではないことは確かなんですよ。ってことはですよ、怠慢な態度で謙虚さを求めてくる上司ほどコミュニケーション能力がないということを証明してしまっている可能性がある。だからこういう動画を見てみる、あなたはそういう上司を見た瞬間に哀れな目で見てあげるのも一つの手かもしれません。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。